はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。イース8、では続きをやっていきましょう。とりあえず場所は前回と同じなんですけれども、装備の方をね、防具を揃えました。作ってきました。で、一応このまま先へ進んでいきましょう。エタニア王国の方ですね。で、これは右と左に分かれてるよね。どっちだ？こっち行くと、ちょっとマップを見よう。分からん。こっちから行ってみるか。大樹の寺院は左に入ったところだよ。こっちじゃないってことか。ここから寺院に繋がってるんだっけ？いまいちな。マップが広いからね。で、あ、そうか、この真ん中から入れんのか。で、真ん中から入ってこっちへ出ればいいのかな。お、ここに水晶石があったので触っていきましょう。霧が一段と濃いと。まあこれだけ固まってればはぐれないでしょうと言いつつ、妙だな、寺院の建物が見えてこないが。お、うっかり見落としちまったか。何を言っているのです。そんなはずはないでしょう。長いね。進んでんのこれ。おいおい、こんなに長い道だったか。いえ、明らかにおかしいですね。古代種たちの気配もない。何が起きているんだろう。でも進んでる感はあるね。進んでみるしかあるまい。岩とかちゃんとこう後ろになってるからね。まあ進めるだけ進みますか。みんなちゃんといるか。ええ、ここに。嫌な予感がする。みんな気をつけよう。おお、めちゃくちゃ霧が静かになるじゃなくて遥かなる探索。誰もいない。仲間がいなくなっていることに気づいた。落者たちを呼んでみたが返事は返ってこない。周囲はただ霧と静寂に包まれている。え、アドルで行くの？レベル低いんだけど。しかもアドルってさ、あんまり装備整えてないよね。まあいいか。こっからどうにもできるものじゃないしね。おお、これは敵か。霧の中の赤き幻獣でエデュトロン。突っ込んでいきなり必殺技を使う。どうよ。一応弱点なんだこれ。顔が弱点か。おーおーおお、時短だ。踏んどるね。ちょっと待って、これなんかフラッシュムーブとか使えそうじゃん。全然ダメだ。タイミングが難しいね。フラッシュガードとかもやりたいね。ほっ、どう、いいんじゃないの。ほっ、どう。全然ダメだ。ほいほい、いいね、いいんじゃないですかこれは。おら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 、このままダメージを与える。
ほら、ダメだ。ほんと難しいわ。ほいこんなことやってたらさ、体力が減るだけだな。顔を狙わないとダメか。シャドウちゃんかな、あんまりな、こう、動きないからね。まだヒルポーションは早いかな。フラッシュガードマジできないわよっぽどタイミングがうまくいかないと無理か。熱い熱い熱い。一回ヒールポーション使おう。てかあれだな、なんか料理があったからこれにしよう。状態異常無効化、いいね。おお、待て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 、これは、うお、なんだなんだなんだ、ここ熱くなってんのか。さあこっちに来い。お、いいね。フラッシュムーブのがねやりやすいんだよね。首が下がってるっていうのはまあまだやりやすいけど、よっしゃ、ほら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 、これ決める。まあ決まらないけどさ。よしよしよし、ダン。オラオラオラ、ダン。なんだなんだなんだ。おお。ちょっとおびき寄せよこっちに。めっちゃ吹っ飛ぶなこれ。あれ、なんだなんだ、ちょ待って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 、めっちゃ振ってるけどさ剣え、大丈夫かこれ、ちょっと待って、決めたい、もう少しなんだよ、もう少しなんだよ、痛いこの時に決めろ。全然ダメだめちゃクラッシュムーブは出るけどさ、倒した。まあそこまで強いってわけじゃなかったけどね、それなりに長期戦になったね。アドルがな、あんまり強い必殺技がないからな、てか使ってないからよくわからんっていう。このまま先へ進んでいくか。早くダーナに入れ替わりたい。おお、転移ポイントがある。あれ、みんないるじゃん。全員山門へ戻ってきた。大樹を目指して霧の中を進んでいた。奇妙なことに寺院の山門へ戻ってきてしまった。状況を整理することにした。あ、これさっきのあれか。謎だな。あれ、他の人はサードとリコッタは、それが同じようにここへ戻ってきた。何してるんだ。妙な叫び声が聞こえてくる。
やっぱりダメかって。勢いをつけて霧を突破できないかそんな無理でしょ。アドルさん、どうした、腕が痛むのか。うわ痛い。左上腕部に不意に焼けるような痛みが走った。アドル、どうしたってんだ。思わずひざまずいて左腕の袖をまくってみた。印が浮かび上がっている。確かダーナさんは霧の中で古代史と戦った後に同じ模様が。俺も戦った今。みんな見る。霧が濃くてよくわかんねえんだけど。大樹を包んだ霧の眉が、はあ、さっきより膨張しているのか。一体何が起きているというのでしょう。始まりの大樹による世界の進化が再び始まったのです。何者だ。あれは王家の谷であった老母野郎じゃねえか。だが他の奴らは一体。あの方たちは怪物。いろいろと驚かせてすみません。まずは名乗らせてもらいましょう。ヒドゥラ。私の名前はヒドゥラ。腰に紋章があるね、さっきのミノス。わしの名はミノス。こうして見ると人間とやらも随分貧弱そうな生物だな。ネストール。わらわはネストールじゃ。覚えてもらう必要もないと思うが、一応見知り置きを願おうかの。ウーラ。そして私はウーラだ。アドルでしたね。私たちは君たちに危害を加えるつもりはありません。
当なのか。わかりませんが、とにかく話を聞くしかなさそうです。それで貴様らは一体何者だ。選択と淘汰、すなわちラクリモサによって大樹が進化をもたらすことは先に述べた通り、我々はその見届け役とも言うべき存在で、進化の守り人と名乗っている。進化の守り人。あなたたちは先ほどこうおっしゃいました。始まりの大樹による世界の進化が再び始まったと。それは一体どういう。何、知れたことじゃ。ラクリモサは過去に幾度となくこの世界を訪れておる。それはうぬら人間が支配する今の地上においても例外ではない。まさか。雑誌の通りだ。かつてのエタニア人と同様、人間もまた進化に伴う淘汰の対象に選択されたのだ。リコッタたち死んじゃうのか。ええ、大変残念なことですが、ラクリモサはその時代によって異なる最悪を引き起こします。今目の前で起きている現象、古代世界への回帰こそこの時代におけるラクリモサなのです。今その影響は島周辺に限定されてるが、やがてこの地方全域に拡大する。こいつは太古の時代から決まってることでもある。まあ人間が選ばれた理由だな。おうよ、冗談じゃねえ。わしらはここから脱出して自分たちの生活を取り戻すんだからな。君たちの反応はもっともです。同情を禁じ得ませんが、私たちは何もしてあげられません。太古より続く悠久の時の中で同じ種が君臨し続けた例はない。地上を維持するためには種の更新が必然となるからじゃ。ラクリモサはいわば世界の断り。あらゆる生命はその審判をただ受け入れるしかねえんだよ。そんな。お、リコッタ、どうした。あの人たち全員アドルニーやったあの根と同じ印ある。確かにそのようだが、一体どういうことだ。あ、ダーナさん、そんな、私。どうやら自分が何者か思い出したようだな。ラクリモサが訪れると滅びゆく種からある者が選ばれる。その者は自らが所属した種が滅ぶ様を見届け、その後も繰り返される選択と淘汰を未来永劫見守っていく。それが私たち進化の守り人と呼ばれる存在だ。ダーナ、てめえはエタニア時代に選ばれた進化の守り人。本来ならばわしらの仲間ってことだ。ダーナさんが。それじゃあ。アドル、君の腕に浮かんだ紋章も紛れもなく守り人の証だから
こうして迎えに来たのです。一体何だってアドルがそんなもんに。滅びゆく種の中で最も輝く魂を持つ者が森人に選ばれるのじゃ。そして選ばれた以上はその定めを覆すことなどできやせん。無駄な抵抗はやめて早々に我らと合流するがよかろう。そんなこと許すわけには参りません。涙ぐましいものよの。まあ突然の話で驚いていることでしょう。今日のところはこれで失礼させてもらいますよ。だがいずれまた迎えに来るぜ、アドルとやら。それまでに腹をくくっておくんだな。ガーナも、いずれまた会おう。行ってしまった。いやどうするって言われてもね。ダーナちゃんどうすんの。大体さ、これ毎回毎回巻き込まれる事件がさ、これを止めなきゃ世界が滅びるみたいな感じなんだよね。状況整理しよう。ん？何？どっちだ？わからん。みんな気になることばっかりだな。だからそもそも記憶を失ってる理由だよね。過去へ行くか。でもさ、人間って言ってもさ、実はこの世界人間だけじゃないからね。若干の生き残りで翼の人物とかもいるからね。有翼人って言うんですけど、あれ有翼人ってまだいたよね。これはもう過去だね。なんだって、流星を呼び寄せたのはダーナ様だってのか。ああなるほど、魔女か。サライ王女、王宮から姿を消した。手は巻いたようだな。
セレンの園の場所。神に背いた先住民が世界の断りに干渉するため、子供が歌う童話の中。王家の谷。墓所の最奥、壁画のあった場所。王と西側の橋が落ちた。どっから行くの。とりあえずここがどこだか分からんけど、元気？王宮が門を閉ざして数ヶ月。連中に見つかるなよ。こっちは閉ざされてるね。こいつ大丈夫か？次々に亡くなっている。ああ、ここに逃げ込んでんだね、みんな。どっから出りゃいいんだこれ。もうマップがいまいちわからん。こういう向きで見ればいいのかな。だから一旦こっちの町へ出て、おい、ミコは見つかったか。いや、いない。この辺りだと思ったんだが、こっちからはいけない。じゃあ必然的にこっちになるよね。お、なんかハテナイベントがある。中央区への階段。そこは見張られておる。おお、そうなんだ。ダリオス、くたびれてしまいましてな。嘘も秘密も耐えられません。ここではない遠方へ。東の離緑島が崩れて中央区へ行ける。嘘では人は救えませぬ。でもさ、なんかこっちイベントがあるよね。ここは危険だね。いけない。あとはなんかこっちの方にあるけど、これ瓦礫が崩れて中央区に抜けられそうなところ、ここから行けってことか。
こんなとこ登ってくの大変だな。中国に来ましたと。大回りしていきましょう。南にある寺院の山門へ向かう。こっち一応イベントマーク的なのがついてんね。ここら辺普通にほっつき歩いてていいわけ。こいつ大丈夫そうだねっておお、頭が今見えた余地。あれじゃないか、いたぞ巫女だって。そりゃ見つかるよしまったじゃねえよミコのくせによく街をうろうろしていた。冷めた声。てめえ裏切ったなラステルなぜこんなことになったんです。父の遺体が見つかりました。そうか、ドランは立派だった。石がでかいな殺すのか、槍持ってるけど。例の件についてご報告があって。何？わかんねえことだらけだな。すげえいっぱいいるんだけど。金色に輝いた。地中の力が異常に高まっていた。その中心にあったのが始まりの大樹。始まりの大樹こそが大いなる災厄をもたらす。
このばあさんも大変だな。この年になって。みんなのためにも急がないと。急いでいくか。じゃあ、あ、何か、とりあえずアイテムを持ってこう。おお、大樹の宝衛だ。これ結構貴重だからね。何、雑魚だな。あ、何かあるよ。とにかくね、離礁石の類が欲しいんだよな。弱えな。小さな葉、モンスターは基本無視でいいかな。なんかすげえいいアイテムを持ってそうな古代種が来たら戦おう。こんななんかべちょべちょしたやつなんて相手に知らんないよ。走れ走れ。でアイテムは欲しい。おお、太古の花みたいな。ここでなんかあるね。誰だあんた。この先にはもう何もねえ。いるのは狂った竜しか野党だけさ。どうすりゃいいんだって言われてもね。君は元気かーい。すげえ怒ってんな、なんか。めちゃわ、あ、怒ってはないか。もともとこんな顔なのか。あ、何かある。奇妙な方なのか。あれ、これどっち側だ。ちょっと地図を見よう。これ全然わかんねえんだよな。目的地はどっちだこれ。ここはオートに通じる感じだからこっちだね。あ、何かあるの。これは小さな葉。あそこに竜の実っぽいのが起こってる。ほらゲット。さてこの木の枝もかけてこう。しなる声だ。奇妙な塊。こっちからはいけないのか。こっちってさ、現代だとなんか沼地になってるよね。そして戻るのがちょっと大変だな。これも回収していこう。小さな葉で、ここに1000ポイントみたいなのがあって木を植えて離礁石ってかさ、こいつが手に入れたものってどうなってんのマジで。引き継がれんのかな。金鬼域、王家の谷はこの先だね。お願い、どうか間に合って。いた。王家の谷ってさ、ただ結構長いんだよね、普通にやろうとすると。どっちだこれ。ほら、何こいつ。あれ、これあれだね、配置変わってるね、必殺技の。どっちから行けばいいんだ。ちょっとマップを見よう。このままか。もうちょっとこいつら無視しよう。
して、これは回収する。奇妙な塊だけだな。まあいいか。でこっちが王家の谷と。来たね。理想的くれない。このまま中へ行くか。そんな簡単に行ける？セレンのその早っ一瞬できたな。ここはこの謎の作りは何なの？お、イベントが起こるかな？違う、調べるのこれ。この石板。セレンの園は各々の時代を生きし、主の思念がたどり着く場所。思念を糧としての彼らの木は育つ。思念とはすなわち主の生きようとする意志に他ならない。あらゆる時代に生きた主の意志、積み重なりし思念、それらこそが超越者の大いなる力を育む。思念の木が育つとし、あらゆる摂理や理法に干渉し、忌まわしき涙の日も克服が可能となるだろう。木が育てば力を得られる。やはりここへたどり着いたか。これあいつの声だよね、さっきの。進化の森人。ほう、セレンの園か。懐かしいの。この場所へ来たということはまだ仲間になる気はないようじゃ。あなたたちもこの場所は？もちろん知っています。この園は私が作ったものですから。え？それはそうと、てめえなら気づいたはずだ。ここの水道橋は各時代を象徴する種に対応している。あの弱々しく流れ出ている想念はてめえらエタニア人のものだ。ラクリモサほどの摂理に暗唱するには膨大な想念が必要だ。想念の木を見ればおのずとわかる。あの木はまだまだ若い。地上で生きた過去の種の想念を積み重ねても未だ足りていないのだ。すでに黄色の余地とやらで見えているのじゃろう。この時点で滅びゆくエタニア人を救う術などありはせん。あなたは最後まで本当によく頑張りました。だからこそ理解したと思います。ラクリモサを止めることが到底不可能であるということを。ここが、この園が最後の頼みの綱だった。ダーナさん、今日のところはこれで失礼するとしましょう。もしその気になったらいつでも私たちを訪ねてきてください。あなたはもう進化の森人の一員なのですから。
必要になる時が来る。え、これで植えてどうしたの？めっちゃ雪が積もってんね。もしかしてと思って最後に呼びかけてみたけど、やっぱりダメみたいだね。あなたは。いつまでこうしている気だ。相次ぐ天変地異によってすでにエタニア人すべての命が失われた。親友であったオルガとやらもこの世を去ったのだろう。オルガちゃんは王宮に残った人たちをまとめて最後までエタニアを導こうとしたよ。とっても立派だった。そうか、私が言うのもなんだが、もう楽になっていいのではないか。この上お前は何のために。私にはまだ助けられる人が残っているから。一体誰のことだ。エタニア人たちはすでに。そうじゃない。遠い未来でラクリモサと対峙するアドルさんたち、そして進化の森人という呪縛に囚われ続けている。サライちゃん、あなたたちを助けたい。気づいていたのか。私たち森人を呪縛から解放するなんて意味のない話だ。それにそれが何を意味するか分かっているのか。森人のみんなが私を見る目、まるで自分自身を見守るような目をしてるから。何を、まさか。なぜそこまでできる。不老不死なんだ。全然知らなかった。
てかサライちゃんは何なのそもそも。サライちゃんは何の森人なの？大丈夫か？こういう時でも気遣ってあげよう、ダーナちゃんを。全部思い出した。本当か？やるべきことが見えた。セレンの園。生きようとする意志。ヒモロギを植えたからあの場所に復活している。森人が女王様、確かにそこがわからないよ。アドルさん。ええ、王家の谷の墓所。え、これまたさ、ああ、再びセイレン島全域の転換になった。よしよしよし、また歩いていかなきゃダメとか思ったけど、というところで、じゃあ今回はこれで終了して、ちょっと墓所へ向かう前にいろいろとやりたいところがあるので、そちらを次回やって、墓所の方に進んでいきたいと思います。じゃあ今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。